おはようございます。釣り子 TV です。ここにお集まりいただいたのはデプスのブルシューター兄弟っていうことで、190、160といて、今まで一番小さかったのがこのジュニアね。いよいよ出ましたよね、タイニーサイズ。ということで、じゃじゃーん、一つ買うことができましたね。デプスのタイニーブルシューター、いよいよね、関東にも嬉しいサイズ、タイニーサイズの登場っていうことで、これはね、なんとしても一つ買いたいね。5月の中旬ぐらいに出るよみたいなアナウンスがあって、で SNS とかね、チェックしてチェックしてね、一斉に出ましたね。タイニーブルシューター入荷しましたね。慌てて釣り具屋さんに走り込んで一つね、買うことができたんで、早速ね、どんなルアーなのか見ていきたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じ。もうね、小さいですね。やっぱりタイニーっていうだけあって、まあ手のひらからははみ出すけど、ルアー自体はね、もう手のひらに収まっちゃうぐらいのサイズなんで、もうね、早く開けてみたいなって感じで。で、カラーがですね、スカムパーチというカラーにしてみましたよ。このね、ピンク色のポイントが入っていて、視認性も良さそうだななんて思いまして、はい。まあ、パッケージ自体ね、ほんとタイニーっていうだけあってね、結構小型ですって、なんかね、ちょっと感覚が狂っちゃうんですけども、このもうな、デプス基準っていうかね、タイニーでもまあ普通のクランクベイトとかよりはまあ、だいぶでっかいですけどね。ね、これ、まあこう並ぶとね、タイニーだなーなんていう感じでわかりますけども、ちょっと待てよって。よくよく考えたらそんなタイニーでもないんですけどね。まあブルシューターの中ではタイニーだよっていうことです。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。いやいやいや、これはね、もう各ね、釣りの展示会とかで展示されてる姿を見た時から、もう欲しくて欲しくて、タイニー作っちゃうの？っていうね。あ、ちょっと待ってくださいね。スターパッケージから入り出して、出てきました。いや、ほんと小粒ね。まあ丈夫そうですけどね、針なんかもでんごっつい感じですが、それにしたって小粒で、うわ、色綺麗だな、この感じね。で、お腹のところには小さくね、ここタイニーって書いてあるんですけど、かわいいですね。ブルシューター SS っていう風に書いてあって、ね、特徴的なこのね、ヒレがいつついていて、で、尻尾はこうですね。で、顔周りはこんな感じで、ね。いやー、なんかね、この親分はね、すんごいいかつい、ずっくりぶっくりした顔つきですけど、それとね、やっぱただサイズを下げただけじゃなくて、微妙にこう、なんか、違うんですね、顔つきとかね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、各で、せっかく兄弟が並んでいるので、いろいろ大きさの違いなんかね、手元で見ていきたいなって思うんですけど、まずはじゃあ、近いね、このジュニアサイズと比べると、こんな感じ。今までね、ジュニアって結構小型だなーなんて思ってたんですけども、このタイニーが現れて、がぜんね、タイニーの方がやっぱちっちゃいなーっていうのがね、っていうのも、こう並べてもね、ほら結構違うし、でね、こう幅っていうんですかね、このお腹周りの太さなんかもやっぱりね、全然違いますね。いやー、ほんといろいろ、そのブルーギルもね、ブッシュによって結構その群れてる大きさが違ったりするんで、あれジュニアじゃねえな、ここちょっともうちょっとちぎるっていうか、こういうサイズだななんて選んでみたり、はたまた、あれこれより小さいななんていう時は、ブルフラットなんかさらにね、小型なサイズまでいろんな展開があるから、本当ちょっとブルーギル変色してるバスなんかにはいろいろマッチザベイトでね、
探りやすくなってくるんじゃないかなということで、まずはねジュニアと比べるとこういう違いですね。そして、160のサイズですね。これと比べるといよいよもうだいぶ大きさの感じもね、なんだろう、重ねるとこう前側のボディにずっぽしこう重なって入っちゃうぐらいね、こんな感じの違いですね。だからもちろんこのお腹周りもね、だいぶこんな感じでね、これは本当こう見てみるとね、体高とかね、あの幅とかね全然違う感じなんで、これはね結構投げる竿なんかをまあ選ぶようになってくるんですけども、まあ、こっちはねさすがに本当手持ちのいろんな竿で投げやすいんじゃないかなっていうね、そんなもうねちょっと重さも測ってみたいと思いますけども、こんだけ違うね、そしてですね190のサイズですね。これ結構ね、これに来るってなるともうすごい魚もでかいんでお気に入りのルアーですが、うわね、もうほんとお子ちゃまサイズみたいな感じですね。へえ、こんなね違いがありますね。でこの190になるとね、幅もう結構出てくるんで、これを使うってなるとやっぱりね竿がだいぶ選ばれてくるんですが、まあ、これもねやはりこっちの方が軽やかにいろんな竿で投げられちゃいそうだなぁなんていう感じですね。どうですか。そして、まあ、早速ね、まあ、こんだけサイズが展開されているっていうことで、各ね重さねちょっと気になるんで測っていきたいと思います。ちょっとこっちに並んでてもらって、まずはこのタイニーブルシューター新しく出たやつね、これは何グラムでしょうか。 25.7 グラムって出ましたね。本当なんだろうな、ミディアムヘビーとは言わずミディアムぐらいの竿でもね、 M パワーとかでもね投げやすそうですね。巻物ロッドとかでこう巻いてもなんか良さそうですし、はたまたちょっと、ジグロッドみたいな張りのあるロッドでピンピンってこうメリハリのアクションなんかで使ってもいいんじゃないかな。で、じゃあジュニアってなると何グラムかな。あー、もうジュニアの時点でね 57.1 グラムあるんですね。投げた感じはね、これもちょっとね張りのある竿じゃないとなかなか、メリハリのあるアクションっていうのが出しづらいななんて印象なんですけども、よくよく考えたらもう結構ジュニアの時点で重かったんですね。はい。そしてまあね、市販されている160のサイズですね、これは何グラムだったかな。おっと、一気に 100g 超えてきましたよ。 104g っていうことで、まあそうですね、 100g 超えだな。だから、5オンスぐらいまでショエルサオとかだとね、すごいピッピッて動かしやすいのかななんていう印象があります。そして、ごめんなさいね、これそんでちょっと重りとか貼ってるんで、でここのね最初からついてる重りなくなっちゃったりしてるんで、そういうちょっとしたなんだろう自分用にはなっちゃってるんですけど、まあだいたい 100g 超えっていうことで、そして、これですね、190のサイズですね。これもねちょっと重りは張ってないんですが、針をねこういう針に変えていたりっていうのがあるんで、まあそこはご了承いただいて、166.8 グラムっていうことで、まあね、これはねちょっとごつめの強めの竿だと使いやすいなって印象なんですよね。結構ジャーキングして使ったりするんで、こうフックサークルとかがねこう見えますかね、突き出してるんですけども、こんな感じは、まあ自分の手持ちの竿だとシマノのバンタムの強めの竿ですね、めちゃくちゃ重いのまで投げれるよって、
それで投げてこうバシバシ弱するとね、こうもうグリングリングリングリ動いてね、いい感じなんですよね。でそれで去年ね、これ実際に釣ったやつですけども、結構ね関東でもこれに食ってくるってなるとね、大きなサイズがかかっちゃうよっていうね、なかなか夢のあるルアーなんですが、そんな感じでこうね、ついにこのタイニーサイズが登場っていうことで、で出しどころなんかこの後ろに書いてないかちょっとね、読んでいきたいと思いますね。はい、タイニーブルシューターね、100ミリだよっていうのと1オンスだよっていうのがね書いて、あとノンラトルっていうのも書いてありますね。2012年にリリースされたフルサイズ190ミリボディの登場以来、まざまざと見せつけられてきたブルシューター系統の凄まじまでの聴覚能力を余すところなく集約され、広大なフィールドからスモールフィールドまで様々なフィールドでその聴覚能力を体感することができるコンパクトで扱いやすい、100ミリボディのタイニーブルシューターはウィードエリアやシャローエリアなどベビーギルが生息するエリアではマッチザベイト、フルサイズに反応しながらもチェイスにとどまるようなセレクティブな罵声のフォローベイトとしてもバイトを誘発させてくれます。フラットサイズの対抗のあるジョイントボディから放たれる凄まじい水押し波動はストレートリトリーブでも絶大なアピールを見せてくれるが、凄まじい聴覚能力を見せつけてきた神アクションの完成スライドで180度振り向く回転アクションを織り交ぜると高確率へバイトへ導いてくれることでしょう。あーそうですね、この一番巨大なのから出て、でお店に並んでるのはねこのね、160っていうサイズになりますけども、はいはいはい、ボディフォルムについては、広大なフィールドからスモールフィールドまで全国に生息するベビーギルサイズとなる 100mm ボディ、フルサイズ 190mm、160ジュニアは、130mm にタイニーが加わり、より一層そのフィールドに生息するブルーギルサイズに合わせたピンポイント攻略が可能になりますということで、でフックについてもね書かれてますね、極めて滑らかな表面処理で抜群の貫通力を誇るフック、サイズは、5番ですねがセレクトされています。またベイトフィッシュの、腹部のような保護色に近い、ティン、鈴コートフィニッシュはフックの存在をカムフラージュしてくれます。フックの存在を嫌うセレクティブなバスにはフェザーフックに交換すれば、高確率で警戒心が強いモンスターを欺くだけではなく、水流による揺らめきや、ついばむようなバイトにもフェザーが吸い込まれフックアップ率を高めてくれますね。そんでね、PVC 素材の胸びれはスイミング時にボディに貼り付き、ステージには胸びれを動かしホバリングするかのような胸びれを貼り出します。また尾びれにも、PVC 素材が採用され、よりリアルなブルーギルを演出し、バスを欺きます。フロントフック上の、水平尾翼上に設けられた腹びれはフックの、絡みつきを防ぐだけでなく背を安定させ綺麗なあるアクションに、一役買っています。アクションですね、対抗のあるフラットボディから生まれる凄まじい水押しを見せるストレートリトリーブ、ストップアンドゴーやジャーキング後にラインストラックを取ったポーズではまるで自らの意思で動いているかのように、感性で漂い独自の食わせアクション、180度ターンがブルシューターに代々伝わる異常なまでにバスを引きつける神メソッドです、ということで、なんかね読んでるだけでね早く使ってみたいななんてね、そんな感じになるね、文章が後ろに書いてあるんですけど、ちなみにフルサイズの 190mm とジュニアサイズの、130mm はデプスウェブメンバー会員販売アイテムですっていうことで、そうですね、そうですね、だからこのそう考えるとね、この2つはお店で並んで買うことができるよっていうねやつで、でこの2つがですね、デプスのウェブメンバーになるとね、だいたいどうですかね、夏とか秋ぐらいに、買いますかなんていうね、注文したら確実に買えるよっていうね、そういうシステムで買うことができるので、ちょうどこれなんかもね、去年買ったばっかりの買いたてほやほやなんですけども、メンバー限定でこんなにすげえルアーが買えちゃうんだっていうね、ほんとね、ウェブメンバーなるだけでまずはね、入会特典のルアーがもらえて、でその後ね、
これなんかもね、本当一瞬でこう店頭からパッパッパッパってなくなっていくっていうね、そういう感じのルアーがデプス多いですけども、あの安心してね、予約してしっかりと買うことができるんで、まだ入ってない方とかはね、ぜひね、あの検討してみたらいいんじゃないかな。なかなかね、これとかね、ブルドーズとかね、なんかね、その他にもね、結構めちゃくちゃいいアイテムがね、いっぱい買えるので、俺も結構去年は竿買ったりだなんだってね、いろいろ買っちゃいましたけども、あとはあのコードネームバスね、あれなんかもね、メンバー限定のルアーで、まあねえ、でも欲しい人は欲しいっすよね、あれね。俺なんか2個買っちゃいましたけども。そんな感じで、ウェブメンバーになると、これが注文できるよ。で、これはね、お店でも並んでるから買いやすくなって、まあこれなんかもね、しばらくしたらちょっと買いやすくなるといいなと思うんですけども、まださすがにね、出たばっかでちょっと人気ですよね。というわけでね、いろいろとこう見てきて、裏なんかを読んでみましたが、実はね、水槽を手に入れたんですよ。水槽。ね。で、まあ、今日は長くなっちゃったんで、これで一回ね、ストップして編集しようかななんて思うんですけども、水槽の中でせっかくなんで、この4兄弟ね、どんな感じかなんてね、いろいろ水に浮かべてやってみようと思いますので、どうですかね。ちょっと夜通しいろいろいじくり回して、なんとかね、早くね、水中ではこんな姿勢ですよ、みたいなのをね、お見せできればなと思いますので、引き続きですね、よろしくお願いいたします。というわけで、ね、出ちゃいましたね、ついにこのサイズ。はい。今回の、釣り子 TV は、デプスのね、ニューアイテム、ブルシューター兄弟、多分これも最後ぐらいになるんじゃないですかね、試脚、タイニーブルシューター、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。